どうも、高井です。弓をしつけ、親に勧まされた反抗できず、ほとんどの親っていうのはあなたの将来に対して責任一切取ってくれません。まあ責任といっても、さすがに幼少期に足をすりむいて怪我をしてっていう場合であれば治療してくれるだろうし、親自身にできなかったら病院の先生に見てもらって治療してくれるだろうし、そういう責任は取れるんだけど、将来に対して一切取ってくれません。で、小学校中学校と義務教育を得て高校へ進学し、高校から大学へと進学し、一流の大学から一流の企業へと就職する。で、そこで一生涯困らないぐらいの稼ぎをするっていう経済成長、あったじゃん、高度経済成長が続く、そういう理想的な人生のモデルを歩まされている。で、そういうものをまだあると信じ続けたい教師と信じ続けたい親がいるわけだよね。まあ分かってないかもしれない、もしかしたら。だからこそあなた自身は反抗できるようにした方がいいよね。まあとはいえ、俺プロ野球選手なんだ、俺プロサッカー選手になるんだ、俺プロの歌手になるんだといったところでですよ、もっと現実見なさいよとか言われるわけですよね。だからもう徹底的に説得できるんだったらした方がいい。ただ私みたいなレアケース、ほんとね、お前俺の言うこと聞けない、家出てけとか、死ねとか、生きてるか死ねよみたいなこと言われる、そういうことがなければ反抗した方がいい。就職するにしても製造業とかサービス業で違うよね。製造業の代表といったら車産業、原価で言うとね、100万とか200万で売ってる車の原価が30万ぐらいだから、約100万とか100、まあ、150万ぐらいだろうな。そういう経営でもそれぐらいの利益が取れちゃうわけだよね。それに比べてサービス業って米田利益率 30% で一番高いとされている飲食店だよ。まあ飲食店でもコーヒーの店なんだけど、130円のコーヒーの中の30円が米田の利益、他の飲食店だと 10% とか 20% とかなわけだよね。だからそう思うと米田ってすごいよね。それでも製造業には追いつかないな、残念ながら。あとライフライン系の産業は強いよね。今こうやってビデオカメラを撮ってるから、電気がなきゃ動かないから、やっぱり電気で必須じゃん。で、照明使ってるから電気必須じゃん。普段ね、みんな水飲んでるよね。いや別に俺水道使ってねえよって言うんだったら、まあジュース買って飲んでるでしょって言ったらそれまでなんだけど、まあお茶買ってるでしょとかやったらそれまでだしね。そういうことも考えた上でね、やっぱりサービス業っていうのが一番コミュニケーション能力いって、ただ製造業はコミュニケーション能力いらないって別にそういうわけじゃない、いらないわけじゃないんだけど、上司とか部下とか話はする、ミーティングするかもしれない。だけどもやっぱりサービス業っていうお客さんと関わる確率は比較的に高すぎる産業、こういう産業には負けちゃうよね。だお金を取るかスキルを取るかによって今後あなたの人生変わるので、そういう意味でもね、就職をねこれから考えていきましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。